最終シーンで映るピュイベール城ナインスゲートは1999年に制作されたフランス、スペイン映画戦場のピアニストを手掛けたロマン・ポランスキーの監督作品彼の現在の妻エマニュエル・セニエも出演している原作はアルトゥーロ・ペレスイコール・レベルテの小説呪いのデュマ・クラブだがデュマに関わる部分はすべてカットされ伝説の気候本 影の王国への9つの扉についてのエピソードのみが映画化されている。ドン・キホーテなど気候本、アンティーク製本の発掘、バイバイを制御とするコルソは、悪魔学のタイトでもある収集家バルカンから、世界に3冊しか現存しない、祈祷書、影の王国への9つの扉について、3冊のうち、本物はどれなのかの調査を依頼される。 バルカンのコレクションであるオリジナルと思われる一冊を借り受けたコルソは他の二冊と比較するために世界各国へと飛び立つ。破格の報酬に惹かれて仕事を受けたコルソだが調査を始めて以来彼の周りには謎の女がつきまとい始め不穏な空気が漂う。双子の製本家、セニサ兄弟から悪魔本のヒントを得て本の秘密の鍵は打点し、 ルシファーの署名が入った差し絵の版画だと知り、3冊の本に載せられた版画が少しずつ異なっていることに気づいていく。しかし、本の調査を進めている中で2冊の所有者が相次いで殺害され、コルソ自身も命を狙われる。危機に瀕したコルソを救ったのは、あの謎の女だった。時に空中を舞い、鋭い体術を駆使して、危機を救う彼女の協力のもと、 最終的に本の秘密が明かされ、コルソは古城にたどり着く。そこで待っていたのはバルカンであり、拘束されたコルソは悪魔を呼び出す儀式を目の当たりにさせられる。ピュイベール城1998年夏にフランス、ポルトガル、スペインで撮影が行われた。ありがとうございます。